マイナス10キロ飲むだけで痩せるリンゴ酢レモンティーをお伝えしていきます。この動画ではダイエット効果の高いリンゴ酢を使ったレモンティーのその効果とレシピがわかるんですよ。またこのチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクからプレゼント4つ無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レモンティーを飲むと痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。5つあります。まず1つ目です。このレモンティーの材料がすべて腸内環境を整えるものだからなんですね。もしあなたがもう健康的で綺麗に痩せたいってもう心から願っていらっしゃるようであれば、まずは何をすればよいのかというのはもうこの腸内環境を整えることがもう大前提になるんですね。私もそうです。もう過去今よりもまあプラス10キロ太っていましたし、もう体調もすごく悪くてですね、もう肌もボロボロです。もうそれはそれはひどい状態だったんですけれども、この腸活を通じてこの腸活メニューに日々の食事をどんどんシフトしていった結果、今ではこのようにもものすごく元気ですし、またもう病院もね行ってないんですね。とっても元気いっぱいなんですよ。でまたマイナス10キロ痩せたこの体型をキープできておりますから、私がこのチャンネルでお伝えしておりますこの腸活メニューをあなたもですね、日頃今まで飲んでいたもの食べて今いたものをこのシフトしていくと、このようにいい状態になっていかれますから大丈夫ですよ。腸活は裏切りません。ですからどんどん、まあ、この今回お伝えするレシピもそうですし、まあ、他のレシピもぜひお役立ていただければなと思います。まずなぜこの腸内環境が整えばこのようになれるのかということなんですけれども、やはり腸内環境の中ですよね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌がどれだけ種類が多くて、しかも元気いっぱいで、元気いっぱいいるその善玉菌にどれほど餌を与えてあげて、いつまでも住み着いてもらうことができるのかっていうのがもうポイントなんですよ、ダイエットの。ですから今からお伝えします、このリンゴ酢レモンティーを飲むことであなたのまずその腸内環境が整う結果、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて元気になって居続けてくれる、もう最高の環境になっていくわけです。そして2つ目です。血糖値の急上昇を抑える効果があるからなんですね。このレシピの中で使う材料はですね、あなたのその太る原因糖質ですよね。その血糖値が急上昇してしまうのを抑えてくれることで、その間脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果がもう絶大なんですよね。その効果を味方につけて健康的で痩せることができるんですよということ。そして3つ目、栄養価が高いんです。ダイエットを成功させるためには栄養バランスが大事なんですよ。栄養不足でいらっしゃると痩せません。なぜかというと栄養があって消化吸収できるからこそあなたのホルモンを作ることができる、お体を作ることができるわけです。そこの材料がないのにどうやって痩せるんですかということなんですよね。結果栄養不足になりますと、もう体も作ることができない、もちろん腸もですよ。あの臓器の材料はタンパク質ですからね、そういったのも取れないとまずいわけです。また栄養不足になってしまわれますと、あなたのホルモンバランス、まあ、ホルモン自体もうまく働かなくなってしまうし、結果あなたの味覚がおかしくなってしまって、もうどんどん甘いものが食べたくなってしまったり、また体重を設定するホルモンがうまく働かずにどん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 設定値が上げていってしまうというその負のスパラル、入っていってしまう原因の一つになりますから、ここも大事ですよね。で4つ目、カロリーが低いですね。やはりこれも大事ですよね。もうどれだけお体に良いものだったとしても、使った熱量よりも取った熱量が大きければ太るわけですよね。ですからカロリーも大事。ただカロリーばかり気にしていてもダメなんですよ。こういったものが全てセットじゃないとダメです。そして最後5つ目、無添加であること。もうここもとっ
ても大事です。もうそもそも痩せるというその前の段階で健康ではないと痩せることができないわけですよね。もう本当に体調を悪くしながら痩せたってですね、無意味です。必ずその先にはリバウンドが待ってますから、もうそんな無駄な努力をあなたは今後しなくても良いために、私がこの腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための方法を具体的にお伝えしていきたいと思います。以上、痩せるポイントは5つでしたね。では2つ目の項目に移りましょう。何をということで、今回はリンゴ酢レモンティーをお伝えしております。その材料一つ一つ、それぞれが持つダイエット効果をここでさらに詳しく掘り下げてお伝えしていきたいと思います。まずレモンティーというぐらいですからね、紅茶とレモンを使うわけです。でこの紅茶といいますのは、実は先ほど冒頭の1番目でお伝えした通り、その血糖値の急上昇をするときに脂肪をどんどん溜め込むわけですから、ここを抑えてくれればいいわけですよね。その時にこの紅茶が役立つわけです。血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるのが紅茶です。また脂肪の吸収も抑えてくれますし、嬉しいのが体を温める効果があるんですね。体が温かくないと代謝が落ちますから太ってしまうんですよね。なので特に私たち女性というのは、もう冷やさないことです。体が冷えてる、低体温もイコール太る、もうまっしぐらですから、とにかく体を温めて体温を上げて代謝を上げていくのがとっても大事なんですよ。そして最後、デトックスができます。体内に溜め込んでしまった老廃物などをしっかり体外に出してくれる効果があるのが紅茶です。ただ紅茶はご存知の通りカフェイン飲料なんですよね。ですから飲みすぎてしまっては NG ですよ。腸にも良くないです。なぜかというと、カフェインを飲みすぎてしまうとその興奮、していく、要はスイッチオンがずっと続くわけですから、お体がこう緩まないですよね。そうすると緩んだ時に腸って一番よく動いてくれる臓器ですから、その逆のことをしてしまうと良くないわけです。ですので今からお伝えするこのリンゴ酢レモンティーというのは、できれば朝かお昼の時間帯ぐらいまでで飲み終わると良いです。1日1杯程度で十分ですから、飲む時間帯もチェックしていきましょうね。そして次いきましょう。レモンの効果、またレモンもですね、もう素晴らしいダイエット効果があるんですよね。まずはビタミン C が豊富なことでストレスの緩和に役立ちます。ストレスが大きいといかがですか？ついついストレス発散で食べてしまったりしませんか？もう本当にね、気づいたら、あ、ファミリーパックのチョコレート1袋食べてたとかね、私のクライアントの方もおっしゃるんですけども、特に生理前とかですね、もうとにかくいけないって分かってるんだけど食べてしまうんですよね。もうその気持ちよく分かります。あなたも思い当たることはないですか？もう過去の私もそうです。もうとにかく手当たり次第ですね、もう食べないと気が済まないですよね。もう自分にミッションを課してですね、もうこれを食べないと今日は寝れないとかね、勝手に思うんですよね。なんででしょうね。もうそれぐらい今ちょっとおかしくなってたわけですよね。もう中毒です。ですからやはりビタミン C を取ることでストレスを緩和して、そういった食欲の暴走をストップする役にも立ちます。でまたカリウムが豊富なので、水分代謝がうまくいくんですよね。要はむくみ改善になります。プラスデトックスもできますから、とても大事。そして中性脂肪の吸収も抑えてくれる効果がレモンにはあるんですよ。そしていよいよメインの材料、リンゴ酢ですよね。リンゴ酢はもうとてもダイエット効果の高いお酢なんですよね。ちょっと見ていきましょう。リンゴ酢は酢酸の働きで、まずダイエットするためには大前提のその腸内環境を整えることができるんです。なぜかというと腸の動きがとっても良くなるんですね。よくこちら、YouTube の方でもそうですし、 LINE までコメントいただくこととても多いんですけれども、このリンゴ酢の動画についてのコメントとっても最近多いんですよね。でこの先生、リンゴ酢をね飲み続けてからお腹がぐるぐる良くなって、お通じが、ね、良くなりましたとかね、いう嬉しいご報告も受けるぐらい、やっぱり腸がとっても元気に動き出します。そしてもう先ほどともかぶりますけれども、血糖値の急上昇をこれまたリンゴ酢がね抑えてくれるんですよね。もうどれだけ抑えてくれるんでしょうかっていうぐらい、もうオンパレードで
材料の中に入ってるんですよね。そしてこちらもカリウムが入っていますから、むくみも改善できますし、内臓脂肪を燃やす力もある。結果基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなって、しかも食欲をですね抑えてくれる効果もあるんですよ。満腹感、満足感が得られやすいと呼ばれているのがこのリンゴ酢なので、食欲の暴走も抑えることができてしまうという、もうどれだけダイエット効果があるんでしょうかというぐらいオンパレードな材料を使ったリンゴ酢レモンティーということになります。はい、そして材料の最後になります、蜂蜜ですね。実は蜂蜜というと甘いので太るんじゃないのとね思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、いろいろなさまざまな甘味料がある中で、私は腸活の観点からおすすめしているのは蜂蜜であったりメープルシロップであったり、こういった要は天然の 100% の無添加の甘味料を適量、イコール少量使いましょうねということをお勧めしています。なぜかと言いますと、例えばよくある人工甘味料ですよね。甘いのにカロリーがゼロとかあるんです。確かにカロリーはゼロなんですよ。ただあなたはこういった甘味料を取ってしまわれますと、もうどんどん甘いものがますます食べたくなってしまって悪循環なんですね。なぜかというと甘いのにカロリーが取れないわけですから、脳がびっくりするわけです。これは危険だと。こんなに甘いものを食べているのにもかかわらず、全然生きるために必要なカロリーが取れてないじゃないかって、ね、判断するわけですよね。そうするとこれはいけないということで、どんどん甘いものを取りなさいって、ね、命令をするんですよ、あなたに。いかがですか？なのであなたがお悪いのではなくって、その人工甘味料を取った結果、脳の指令にあなたは操られているだけなんですよね。そこを断てばいいわけです。そのためにはもちろんこういったね、その甘みがいらないという方は入れなくてもいいんですよ。本当にそのままのストレートの紅茶がお好きな方なんかは合ってると思います。ただちょっと甘みが欲しいなとか、食後にちょっと、デザート感覚でおやつを食べる代わりにドリンクで済ませたなっていう方は、やはりちょっと甘みがあるとなんかこう満足感得られませんか？私もそうなんですよね。やっぱちょっと欲しいなって思うことあるんです。その時は私は蜂蜜かメープルシロップをちょい足しして満足度を上げているんですよね。でこの蜂蜜というのはとにかく栄養価が高いんです。ダイエットを成功させるためには栄養がないとダメなんですよということを先ほど冒頭でお伝えしましたよね。その栄養がとにかく高い、ビタミン、ミネラルが豊富、結果ホルモンを作ることができるわけです。そしてアミノ酸があることで脂肪燃焼効果もある、腸内環境を整える、ビフィズス菌も取れちゃう、そしてポリフェノールがたくさん含まれておりますから、若返りですよね、活性酸素を除去してくれる効果もありますから、もういいこと尽くしの甘味料ということになるんです。では3つ目の項目に移りましょう。どのようにということで、今回あなたにお伝えしますのはダイエット効果の高いリンゴ酢を使った美味しいレモンティーになります。でこちらリンゴ酢レモンティーです。材料です。紅茶のティーバッグ1つ準備してください。リンゴ酢を小さじ1、蜂蜜を小さじ1、スライスレモンを1つ、そして天然水 150cc ですね。でこのお水の量であったりはお好みでいいと思うんですよ。その濃い紅茶がお好きでしたらこの程度で十分でしょうし、薄めがいいなという方はここを200にしてもいいと思います。そしてできればこの紅茶のティーバッグも有機栽培、無農薬で作られている紅茶の茶葉を選びましょう。そしてリンゴ酢も添加物が入っているリンゴ酢ではなくて純リンゴ酢と呼ばれるような原材料がですねたった一つだけできているものを選んでください。できればここも国産の有機栽培のリンゴ果汁のみ 100% でね作られているお酢がおすすめです。そして蜂蜜もそうですね、もういろんな香料とかお砂糖とか余計な添加物がないもうピュア 100% 純粋蜂蜜を選んでくださいね。そしてスライスレモンは私が今お気に入りで使っているのはイオントップバリューさんの冷凍食品コーナーに売ってある無農薬のワックスとかそういった農薬が使っていないスライスレモンがカットで売っていらっしゃるんですよね。そのを一つまみ、一つ取ってカップに入れて使っているんですが、もしそういったのがない方は 100% 天然の、例えばイオンさんで言えば 100% 有機栽培のレモン果汁が売ってるんですけども、そういったその良いレモン果汁に
置き換えていただいてもいいです。その時は小さじ1ぐらいで適量だと思います。では作り方になります。もうとっても簡単です。実演交えて動画を撮っておりますので、今からそちらの動画をご覧ください。さあ、いかがだったでしょうか。このリンゴ酢レモンティーのおすすめの飲み方なんですけれども、必ずホットで飲んでください。もうこれからね、暑くなる季節、こうアイスティーとかもやっぱりね、美味しいと思うんですよね。ただもう冷たい飲み物にも氷ガンガン入れてギャーとかね、飲んでしまわれますと、もう腸が動かないんですよね。なので腸が冷えてしまうと結果太ってしまいますから、もう冷たい飲み物は極力控えていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢を使った美味しいレモンティーをあなたにお伝えしました。もう今すぐ取り組める簡単な美味しいレシピですので、ぜひお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。